体重 2500g 以上、13kg 未満までは車の進行方向に対して後ろ向きで使用します。また 9kg から 13kg までは後ろ向き、前向きのどちらでも使用できます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。お子様をチャイルドシートに乗せるときは極端な厚着にしないでください。厚着をしているとハーネスがしっかり拘束できない場合があります。お子様を乗せるときはシートを回転させて横向きにします。アジャストレバーを上げながらハーネスを緩めます。バックルの赤いボタンを下に押し、タングを外します。側面にあるタングホルダーにタングをかけておくと、お子様を乗せるときにハーネスが邪魔になりません。お子様をシートに座らせます。シートの一番深い位置にお尻を乗せ、ネックサポートの凸部に首の後ろをフィットさせます。腕を肩ハーネスに通します。左右のタングを合わせ、バックルに差し込みます。インジケーターが緑色に変わったら、ロック完了です。お子様の足や腕の位置を整えてください。指が1、2本入る程度に、ハーネスアジャスターを引きます。両方の肩ハーネスを確認してください。ハーネスアジャスターを畳んで収納し、シートを回転させ後ろ向きに固定します。お子様を乗せた後の確認方法です。正しい肩ハーネスの高さに調節されていること、肩ハーネスに指が 1、2本入る程度になっていること、腰ハーネスが骨盤の位置に当たっていること、バックルが確実にロックされていること、ハーネスアジャスターが収納されていること、回転が確実にロックされていること、お子様の安全のために以上のチェックポイントをお確かめください。お子様を下ろすときはまずシートを回転させ横向きにします。アジャストレバーを上げながらハーネスを緩めます。ハーネスアジャスターを収納します。バックルの赤いボタンを下に押し、タングをバックルから外します。肩ハーネスを腕から外します。側面にあるタングホルダーにタングをかけておくと、下ろすときにハーネスが邪魔になりません。お子様を下ろします。お子様の首が座っていない間は、首の後ろとお尻の下を手で支えると下ろしやすくなります。シートを回転させロックします。